株式会社ヤサカはインテリア関連商品を販売する株式会社。1963年に家具屋として創業し、かつてはホームセンターヤサカとして東京多摩地区中心に関東地区にチェーン展開していた。2019年にホームセンター事業から撤退。2021年1月現在は家具、自転車、ペット産業種を展開している。 ホームセンターに併設された店舗が軸だったが、各店閉店に伴い一部店舗が残る限りである。直近では、喫茶店もあったが2020年11月29日閉店株式、会社朝日の自転車商品などが供給され、展開されている。ホームセンターに併設された店舗が軸だったが、各店閉店に伴い一部店舗が残る限りである。 ホームセンターに併設された店舗が軸だったが、各店閉店に伴い一部店舗が残る限りである。テレビ朝日のタモリクラブで、空耳ミミアワーの空耳ミミオブジェが作成され現在でも、コーナーには使用されている。同番組には、買い物が1000倍うまくなる折込みチラシ大塾独裁ホームセンター編2018年2月10日の放送会でも登場している。ありがとうございます。